まずは立ち上がりの則本、およそ2週間ぶりの登板、ランナー出しましたが杉本三振、1回は無失点。そして2回です。5番の頓宮、変化球でしたが頓宮捉えた第15号の先制ホームラン、オリックスが1点を先行します。そして3回です。先発は宮城、今日は9番に岡島が入っていました。引っ張って一塁線を破ります。長打コース、このクッションボール、送球がそれて、しかもその後グラブに当たってボールが点々、その間に岡島一気にホームベースを一周、これで1対1の同点。5回の則本、ランナー2人、三塁一塁、本人も打たれている印象があったという中川、三振高め、1対1の同点変わらず。その裏、今日スタメン5試合ぶりキッテンス、宮城からセンター返し、その後辰巳逆方向、連打でチャンスを作ります。その後送って9番の岡島、打球が上がります。一旦は取ったように見えたんですが交錯がありました。結果は落球、満塁で試合が再開されます。そして鈴木大地、ライトへの勝ち越しの2点タイムリーヒット、これで5回3対1、イーグルスが勝ち越しに成功します。勝ち越した後の6回の則本、吉田から三振、杉本もショートゴロ、山崎の守りもありました。この回無失点、3人で抑えます。そして6回の裏の攻撃、宮城から島内センターに弾き返します。先頭出塁、ワンアウトになった後、辰巳このインサイドでした、見事にさばいてタイムリーヒット、一気にランナーが帰ってきます。一塁から島内ホームイン、これで4対1。その後2アウトになりましたが太田セーフティーバント、三塁線絶妙、もう1点追加、5対1、点差は4点広がります。そして終盤の7回です。今日は則本7回で降板しました。ワンアウトから紅林三振、ツーアウトランナー一塁から T 岡田三振、今日は7回失点1。そして7回の裏、イーグルスツーアウト満塁、今日スタメンのギッテンス、ヒットを1本打った後、ケース鈴木から左中間です、走者一掃、タイムリーツーベース、3点加えて8対1、点差が7点に広がります。8回は西口、そして9回は酒井が行きます。イニングの先頭吉田、打った瞬間というホームラン、第16号、オリックスが1点を返します。その後ランナー2人出ましたが最後は T 岡田三振、試合終了。2連戦の初戦、イーグルスが8対2、バファローズを破っています。